アイテム番号 SCP-414JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-414JP はサイト81の標準収容室に保管されています。収容室の半径200メートル以内への立ち入りは再収容班のみが許可されています。現在 SCP-414JP は収容エリア8103の第7区画にて収容されています。第7区画は中心に位置する収容室と人員を除き一切の遮蔽物が存在しない状態に保たれる必要があります。収容室の外には少なくとも2名の武装した警備員が配置されます。収容室内は常時カメラで監視され転移イベントの兆候が確認され次第収容室の半径220メートル以内に再収容班が配置されます。 SCP-414JP の収容に関わる全ての人員は等覚型視覚室人1の職員から選出しなければなりません。SCP-414JP の最新の図像を収めた記録媒体は収容室内の施錠された金庫内に厳重に保管されます。 SCP-414JP を用いた実験は無期限に停止されました。追記第5から8区画に配属される全職員は朱色をトリガーとする撹乱ミームの摂取が義務付けられています。そのため朱色が含まれる物品の持ち込みは制限されます。説明、SCP-414JP は高さ 54.5cm、幅 48.5cm の真紙と朱墨からなる目をモチーフにしたモチーフ不明の図像です。表面から乾燥した朱墨の粉末が常時剥離していますが、図像が欠ける兆候は確認されていません。堆積した朱墨は月に一度焼却処理されます。SCP-414JP を目視し、目が描かれていると認識した場合、対象の左目は即座に破裂します。1956年に、上記の現象が SCP-414JP の特異性の一例に過ぎないことが判明しました。SCP-414JP を目視し、何らかの概念を想起した場合、その概念に対し攻撃的な現象が発生します。この現象は機器を介した観測。図像の角度が異なる状態での観測でも発生することが確認されています。発生した現象とその対象についての詳細はホイ1を参照してください。また、SCP-414JP は2003年10月10日により単純な図像へと変化しています。以前の図像は特異性を喪失しており、閲覧が許可されています。SCP-414JP は不規則な間隔で消失し、半径100〜110メートル以内のランダムな地点に再出現します。また、破損した際にも同様のプロセスが開始されます。次の消失までの間隔は最長で95日。最短で31秒です。SCP-414JP は消失する際、そこに透明な炎が存在しているかのように焼け焦げ、朱墨を撒き散らしながら燃え尽きると報告されています。SCP-414JP は1949年月日に古神道系カルト教団で発生した集団自殺事件の現場検証の際に発見されました。SCP-414JP は捜査員2名の左目を破裂させ、同行していたエージェントの手によって速やかに回収されました。教団施設で発見された遺体の数は200体に及び、例外なく左目を欠損しています。金庫内から発見された教祖の指揮により、SCP-414JP が、血類を流す荒御霊、と形容され、教団内で極秘に崇められるシンボルであったこと、そして1869年までは、慈愛に満ちた眼差し、と称される、より複雑な図像であったことが判明しました。また、祭壇に刻まれた、赤き檻、なるがゆえに、憤り、沈めましかば、沈まざらまし、との記述から、教団は SCP-414JP を祀ることで無力化を試みており、結果として、荒御霊である、という共通認識が他の概念の想起を妨げていたと推測されています。ホイ1、以下は、SCP-414JP の効果であると確認された事例の記録です。日付、随時、象徴、
目、対象、観測者の左目、外陽目、の急激な増加による破裂。飛散したる胃液と血液の混合物は瞬時に乾燥し、SCP-414-JP から分泌される沈みに酷似した粉末へと変化し消滅した。外科的な手法による減圧は破裂の防止に有効であるが、眼球への水分移動は破裂、あるいは観測者が死亡するまで継続する。日付、不明、象徴、教団の象徴、血涙を流す荒御霊、対象、教団、概要、1949年の事件により壊滅。事件以降、教団施設の老朽化が非常に早く進行し、1956年に全壊。露出した鉄筋は中心部まで酸化しており、粉末状の赤錆が剥離し消滅していく様子が確認された。日付、1945年5月日、象徴、デフォルメされた横向きの鳥類、対象、生地、概要、同時多発的に一貫した遺伝子異常を持つ個体が発生、成長するにつれて時、に酷似した外見へと変化し、異常行動に起因する負傷で死亡する。死骸は徐々に色素を失い、白色を呈する。1962年に該当遺伝子の復元が完了し、効果は消失した。経緯、眼球破裂効果の実験中に D クラス職員が、鳥のキャラクターに見える、と主張。想起された象徴と錐体効果との相関は1956年まで発覚していない。日付、1945年5月日、象徴、熊取りを施した目、対象、歌舞伎俳優、概要、上演中の役者間でのみ伝染する特異なウイルスの発生。発症すると朱色の熊取りが非常に緩慢な速度で拡大し始める。この熊取りはいかなる手段でも除去できず、全身が覆われた時点で罹患者は消滅する。1974年にサンプルのみを残し根絶。経緯、同実験中、B クラス職員が、歌舞伎で見得を切る役者の目に見えた、と主張、目、を想起したにもかかわらず破裂を免れた結果に対し、この時点では、単純に、目、を想起した場合のみ破裂する、と結論付けられていた。日付、1956年、月、日、象徴、つまんだネジ及びドライバーの先端、対象、マイナスネジマイナスドライバー、概要、1935年以降に製造されたネジ、ドライバーの一部が突如として、プラス、の形状を模したものに置換された。元の物品は SCP-414-JP の周囲に出現し、激しく灼熱した直後に消滅した。世界規模の記憶処理及び偽情報工作が実施され、カバーストーリー、発明、が適用された。その後、利便性、耐久性の観点からプラスネジ、ドライバーが広く普及した。経緯、教団施設の崩壊直後、SCP-414-JP が60秒以内の消失。再出現を十数回にわたり繰り返し、職員4名が暴露した。そのうち1名が左に傾いた SCP-414-JP を視認し、ネジ及びドライバーを想起した。この事案を受け、特別収容プロトコルは改定された。日付、1961年、月、日、象徴、円錐で一点を指し示し、ここ、と記された図、対象、収容室、概要、SCP-414-JP の収容室に隕石が落下し、半径400メートルの範囲に深刻な被害をもたらした。混乱の中で、研究員2名が続けて SCP-414-JP に暴露し、口述の事案2件を誘発した。隕石は落下後に消滅しており、落下地点からは硫化水銀が検出された。経緯、再収容中の職員1名が突如として視覚失認から回復、直後に暴露し、一点を示す図を想起した。日付、1961年、月、日、象徴、大型の蝶、大正、大紫、概要、
幼虫の食樹に未知の代謝拮抗物質が発生し、代謝効率が大幅に低下。副次的な影響として、成虫の、に異常な鱗粉が生成され、朱色を呈するようになる。この鱗粉は極めて容易に剥離し、その後何らかの表面に付着した際に消滅する。現在、食樹の異常は解消されつつあり、各種団体の放鳥活動によりオオムラサキの個体数は保たれている。日付、1961年、月、日、小鳥、手と膝をついて穴を覗き込む子供、対象、データ削除、概要、データ削除、追記、事態の収束後、失踪した、研究員の遺体が遺書と共に発見された。日付、2003年、月、日、小鳥、不明、対象、不明、概要、監視員は図像の変化を観測すると同時に巨大な破裂音が聞こえたと証言している。カメラは図像の変化直後、大量の沈みが断続的に SCP-414JP から噴射される様子を捉えていた。ポイニ、以下は、2010年に収容エリア、8103にて実施されたオリエンテーションからの抜粋です。SCP-414JP の振る舞いに対し法則性や意図を見出そうとする職員を時折目にする。数ある対象から国庁や国庁を選んで攻撃する理由は、象徴、への敵意か、核現象にそれぞれ微妙に異なる赤色が関わっているのは何か意味があるか、発見時の角度が正位置だと判断するのは早計ではないか、など様々な憶測が飛び交っている。残念ながら、いずれもさして重要な要素ではない。特に、紙の向きに関しては、我々の把握する限り、SCP-414JP は二度変化しており、その度に図像が単純化している。より具体的に表現するならば、図像は、丸く、なっている。先ほど、紙の向き、について言及した理由が分かっただろうか？おそらく、SCP-414JP の最終的な図像は、白地に赤い円、だ。それが SCP-414JP のメイン立地となる。我々は断固として、象徴を見出してはならない。あの得体の知れない図像には、得体の知れない図像、のままでいてもらわねばならない。我々が奴に出くわし、その中に奴ではない何かを見る。ただそれだけで、奴は獲物を食い散らかし、朱色の淀みの中で北添むのだ。SCP-414JP の特別収容プロトコルを要約するならば、たった一文で書き表すことができる。奴の前に立ったならば、決して奴以外を見てはならない。博士。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。